はい、こんにちは。今からタケノコ三昧動画を撮っていきます。私は新型糖尿病の患者としてもう30年ぐらい来てます。で、昨年とっても、合併症で悪くなりまして、もう目つぶれちゃうよなんて言われたんですけれども、 A1C が 10.2 というね、大変高い数字だったんですけれども、絶対になんとか食事だけで治しゃれなんて思いまして、結局1年炭水化物を積極的に取らないっていう方法で、今 A1C は 6.4 かな。で、いいんじゃねえのと、眼底も安定している状態になってます。それで料理が大好きなんで、たくさんたくさん料理を作って、それで生きております。今日は、タケノコをですね使って、いろんなものを作っております。これですね、タケノコね、うちのおばあさんの、亡くなったばあさんのタケノコ畑が、タケノコ山があるんですけどね、そこで取ってきております。こうやって今作るのはこの牛肉とタケノコとピーマンを使ってチンゲン菜ですね。チンゲン菜風のやつ、こっちはすごいですね。まもなくタケノコご飯が炊き始めます。こうやってオリーブオイルにニンニクをくちゃくちゃってやっておきます。終わりまして、一旦これを揚げてあげます。ニンニク焦げちゃいますからね。で、最初に何入れるかというと、牛肉をこうやって入れます。まず牛肉を軽く火を通します。この時に粒の胡椒と塩ですね。これはやっぱり炒めるときに必要になりますので、ここであんまりいっぱい炒めてしまうと美味しくなくなっちゃいますので、軽くですね、焼き目がつく程度で構いません。こうやってやっつけちゃいますね。この先はもうずっと一直線の料理になります。焼き目がついたところで肉をちょっとやってあげて、舞茸ね、舞茸と、おう、タケノコ、こんなにたくさんですね。これが上がります。舞茸とタケノコで、さっきのオリーブオイルをちょっと戻してあげます。チンジャオロースっていうのは、オイスターソースとタケノコとピーマンでね作りますんでね、これがすごいですね、タケノコね。今年は100何本取ったかな、105本取りましたね。去年160本取った年もありますね。で、これ全部それを水煮にしまして、いろんな人にあげちゃうんです。料理してあげることもありますけど、なかなかね、料理は人の口で違いますんでね。タケノコをこうやって十分炒めてまいります。そうするとタケノコはだんだん組織の中に熱が入っていって、その組織の内側の方にね、中に残ってる水分がだんだんいろんな味に変わっていきます。まだもうちょっとやったら美味しいですね。ちょっと食ってみますか。
に熱通ってきましたね。ね、そしたら、これは一旦こっちに上げちゃいます。揚げてあげたら、またこれを、加熱をかけながら、オリーブオイルを入れていきます。で、そこに、まあ、ピーマンを入れます。ピーマンは非常にこれ大事ですね。美味しさがこれで変わってきます。で、とにかく、どう加熱を回さないと、これはまずいんだろう。とにかく、高温でガンってやってやんないとダメです。ここに汁が出ちゃうとダメですね。煮ちゃダメなんですね。で、組織の中までソテーするみたいですね。熱を通してあげるんですね。で、パリッとした感じにしておきます。時折これ、あれもやります。もやしなんかもこうやってね、焼いたりしますね。何にもこれ水出てきないでしょ。これ高温で油をたっぷり使うということが非常に重要になってくる。で、はい、こんなでいいねってところでさっきのレンジをみんな戻してあげます。そうすると、そうですね、美味しく美味しく。で、今ここでもう一回このさっきのニンニクを全部練ってあげます。美味しそうですね。で、ここで味付けをします。どういう味付けになるかというと、まずオイスターソースが入ります。もうちょっと多くてもよかったと思うんだよな。ただオイスターソースっていうのはこれ旨味だけでしょっぱみがないんで、ここにしょっぱみを入れるんですが、ネギを加えて醤油をかけます。ここでね、そしてここで焦がし醤油になりますね。ネギがね、こんな感じでね。で、普段は砂糖を入れたりする方多いと思いますけれども、ちょっと今糖質を制限してますんで、ステビアをね、今回は使ってみましょう。ステビアを入れてあげて、実はこのステビアがここで入るのが大事ですね。食べる食材に入れるのもいいんですけれども、こうやっていきます。そうすると今うまみとしょっぱみが鍋の中でまだ一体化してないんで、僕は大抵ここでですね、赤ワインですね、赤ワインを入れてあげます。赤ワイン入れるとき、ワイン酒入れるときはいつも必ずこうやって沸騰させて、沸騰させてから鍋底の旨味がこれでね、アルコールで飛んでいきます。飛んでいくっていうか、混ざっていきますね。そうするとこうやって一つの味になっていくわけです。それで今まで熱を加えて、まあ、早し100度以上の温度でね、ずっとやっつけてきたタケノコやピーマンのところに、こういうふうに、まあ100度以下ですね、水分ですから、それをこうやって絡めてあげて、出来上がっていくんですね。うん、おうまい。ちょっと甘みが強すぎたかな。この辺は勘弁してもらいましょう。甘みが強いようなので醤油を入れてあげます。甘み、砂糖って料理で何で入れるのかっていうと、味を強く訴えたいために入れるんですね。薄味なら砂糖なんか入れなくたっていいんです。ところが強味になった時は、良いです。強味になった時は
大変な問題が起こるわけですね。こういう感じで盛り付けていきましょうか。盛り付け例ですね。タケノコこのね、頭のところとお腹のところ、ここをこういうふうに敷いてあげて、肉がこういうふうに上がって、ピーマンなんかが乗ります。で、ちょっとタケノコ乗せてやって、ソースがかかるねえ。うまそうじゃないですか。これ絶対うまいですよ。これ食べると、ご飯食べなくても OK ですね。炭水化物ゼロの美味しい食事ができるということでございます。はい、牛肉とタケノコのチンジャオソース風炒めでございました。